倉スマイルコーポレーションの昼過ぎ V モッキー。ラーメンに麻婆豆腐を乗せたのは地球で俺が初めてだぜ。どうも、蒙古タンメン中本店主白根誠です。ということで始まりました、白根誠の君に麻婆豆腐をかけたいんだ。ということでね、千葉のスカイウェーブ FM から始まりました、麻婆豆腐をかけたいんだということで、この番組はですね、私白根誠が視聴者の恋愛相談を麻婆豆腐で解決する番組になっております。ということで本日、私の麻婆豆腐、略して麻婆かけですかね、麻婆かけにスペシャルゲスト来ております。よろしくお願いします。入れないよ、そんなに嘘つかれたら。自己紹介お願いします。じゃあファイティングボンバーの佐藤です、お願いします。はい、ということで麻婆かけのね、なんだ麻婆かけってお前。初回ゲストはファイティングボンバーの佐藤さんということでよろしくお願いいたします。そんなわけあるかおい、そんなわけあるかい。大変だなこれなあ、毎回やってんのこれ。そんなわけあるかいって。いやいや、そんなわけないでしょうよ。もう昼過ぎ V モンキーって聞いてますよ。はい、ま、もう知らね、誠さんが、うん、千葉でラジオやるか、板橋本でやるのに。分かってるよそんなの。分かってた本当に。その俺が悪いみたいにしないでくれ。ということでお前が勝手にやってんだろ。はい、ということで始まりました、片倉スマイルコーポレーションの昼過ぎ V モンキー。なるほど、片倉スマイルコーポレーションでございます。ということで本日ゲストは誰でしょうか。改めまして、ファイティングボンバーの佐藤です、お願いします。お願いします。ということでね、はいはいはい、初めての、佐藤が連続で2回目ということで、ね、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。相方の片倉スマイルコーポレーションの相方の佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。なんかみんな知らないかもしれないからね。なんか変ですね、なんか。何が？なんか変な名前、佐藤。何佐藤？佐藤が変だったらお前変だよ、お前。なんかその変だよ。ファイティングボンバーの佐藤ですって、なんかそれいいの？それなんかいいの佐藤で？まあ佐藤でいいんじゃない？ひらがな佐藤だしね。ひらがな3文字で佐藤で、佐藤ですよ。佐藤ばっか1台は上だの。あ、だからその学生のね、お笑いサークル、うん、僕ら入ってたじゃないですか。お笑い工房ルードね。お笑い工房ルードに、その時に僕ピンで佐藤バカ一代っていう名前でやってたんですけど、うん、こうプロになってね、吉本に入って行くじゃない、あのオーディションとかに行くじゃないですか。はい、こうオーディションに行った時に、うん、自分でバカっていうのはな、言われて。それ偉いディレクターとかプレゼンされてる。ああ、なるほどね。ハードルが上がるのか、はい、なんか、まあ、確かになーって思ったし俺。自分で言うのもなーっていう。なるほどね。もうバカのハードル上がりまくりだしね。ってなると、まあちょっとひらがな3文字で佐藤も、まあちょっとアホっぽいかなと思って。ああ、でシンプルに佐藤でちょっとやってますね。うん、今日さ、高橋、あ、引き続きミキサーの高橋ちゃんも一緒に。はいはい、はい、お願いします。高橋ちゃん今日初めて佐藤に会ったじゃん。はいはいはい。こうどう、こうやっぱ初見はバカっぽく見える、アホっぽいなとか見える。ちっちゃい声で少し。これ気使ってのですからね。いや、気使っての少しだから、うん、だいぶバカっぽく思います。だいぶバカっぽく思います、来てすぐに。そんなに、うん、まあでもまあ、はい、まともじゃないよなっていう感じ。まあまともではないね。っていう感じはあるよね、うん、佐藤。まあでも昔の方がやんちゃだったかもね、佐藤はね。どうなのそれって、やんちゃっていうのは。だってさ、そのもう俺たちは31歳なわけじゃないですか、93年生まれの、はいはいはい、2人とも同い年なんですけど、はいはい、そうだ、まあ今年31だね。今年31じゃないですか、うん、31歳で全力バカ結構きつくなってきたよね。きつくなってきたね。最初は衣装とかもさ、2人とも短パン履いてたじゃん、バカ元気出すために。半ズボンね。半ズボン、長ズボンにしたもんね。そうね、ジャケット着始めたりとか。いやだってさ、やっぱその、うん、分かんない、まあそればいいよって話なんだけどさ、うん、31歳のスネ毛はね、ちょっと見てらんないのかな。どうかと思うけどね。どうなのか、ね、いいじゃんスネ毛。どうですか、ちょっと高橋さん、スネ毛別にですよね、ほらやっぱ別になのよ。まあでもそうね、うん、俺たちがさ、すっごいイケメンだったらスネ毛も確かに見れるけどな。まあね、うん、佐藤もほら昔はイケメンだったけど今はもうただのデブ、デブジ
肝臓デブジジイじゃん。いや違う違う違う肝臓いらないし別に。いやいやデブジジイっつっても、まあ、まあそうかな。俺は別に全然今でも気分は全然20歳ぐらいから変わってないよ。ああそんなこと言ったら俺だってずっと気分は22歳だよ。そうそうそう変わってない変わってない。でも佐藤本当に、うん、劇場の後輩とかから、うん、マジの質問で佐藤さんって100キロありますかって言われてたもんだから。じゃあじゃあじゃあ俺の体重何キロだと思うって後輩に聞いたら100キロですよねって結構マジの顔してたよね。すごいよな。いや俺生まれてからずっと生まれてからというかもうアンドロイドしか携帯持ったことないんですよ、うん、そう携帯の種類ね携帯の種類、うん、あのスマホアンドロイドしか持ったことないんですけど、うん、その同じ後輩が佐藤さん見てくださいこれが iPhone ですって何それこれが iPhone ですよ見たことないでしょ佐藤さんってずっとマジでマジで100キロだと思ってるしマジで iPhone 見たことないと思ってる。そいつはやばいね。やばいのよ珍海道の道だってやつ、ね、こいつはやばいあいつは本気で思ってた会話になんないのよマジで100キロあるかっていうことがねそう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 いうことでねないですから100キロもこちらはね収録回なので、はあはあ、あのメールはもちろん欲しいんですけれどもなるほどあのメールを送っていただくと次の週呼ばれるかなという感じ、ね、あなるほど、ま、前の週が生放送だったってことですね今回は収録会が出てくるあでもハッシュタグはまだ生きておりますなるほどハッシュタグ昼 V 昼は漢字 V は大文字の昼、ね、なるほど昼 V でつぶやいていただくと高橋ちゃんと俺がニコニコするよって話ですねニコニコするだけですかあニコニコして、うん、なんかニヤニヤしちゃうって一緒だろそれ、ね、あそれはじゃ読むとかはないんだ別にまあよかったら読んだりとかなるほどあじゃあ今回は レターは何も読まないのレターねお便りねいやレターでよくないスタンド FM を引きずるのやめてくださいいやいやスタンド FM 引きずってないよだいぶ大多数のラジオでレターって言うだろあレター、まあ、まあ、どっちでもいいんですけどまあレターはまあ送っていただくと、うん来週になるのかなあじゃあ今回はもう何も読まないのそうそうそうそ う, あそうなんだ今回はあの先週読み切れなかった一通があるのであそれは読むんですね読んでいただきたいと思います、はい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 、ありがとう今回ですね収録回なのでロードトゥーオーブとかねロードトゥーオーブ畑倉亮太の歌のコーナーとかもね、あるのでよかったら聞いていただきたい何ですかそれということですけどほうほう何なんか何こう2本撮りだけどやっぱ2本目ちょっと元気ない大丈夫ですよいやいやじゃ元気あるよ別になんか何ちょっと何息承知してんじゃない違う違う1本目は二郎の話したから何どういうこと二郎元気よあいや二郎以外の時だね二郎元気いや別に元気元気だからなんか聞いてどんどん別にそうお前じゃだからそのお前なんか言ってるけど俺このラジオの勝手知らないからねいや勝手もクソもないってだってあいつだからお前だってもう今が何の時間かも分かんないの今もフリーなのね今はオープニングの時間ですよだからあオープニングなのねいや羨ましいなと思ってますよ高校生カップルが前なんか歩いたりとかさあ京成ローザの映画館に来てるこれそう羨ましいな俺高校時代そういうデートとかしたことなかったからあでも俺はね毎朝彼女と一緒に投稿してましたよ、うんいや気持ち悪いですねなんでと別にいいだろういや僕なんてだから目の前に信号があるんですけど学校の前のそっからこう女の子の隣なんとなく歩くんですよ、うん、階段もなんとなく同じぐらいのスピードで上がって疑似カップルしてましたよ気持ちいいねお前ねここまでキモいと気持ちいいよね何学生時代はじゃあモテなかったのいやそれがね本当にこれねマジでだから昔はかっこよかったみたいなありますけど昔かっこよかったよモテてたんですよあれ他のクラスがうちのクラスに佐藤見に来たりとかしてたんですけどそうなのはいなんせ僕は朝のホームルームにこう斜め前の女の子にこう言っていいのかなこうおっぱい、うん、言っていいんですか、うん、おっぱいって言い続けたんですよ僕朝のホームルーム中斜め前の女の子にずっとおっぱい、うん、おっぱいってこう呪文のようにこう泣いてしまったりとかえその女の子泣いちゃったの泣いちゃったりとか、うん、なんか学園祭の準備中に新聞紙丸めて女の子に重きしパーンぶつけたりとかしてだから他クラスから佐藤見に来るんですけどあいつやばいからやめといてって言ってる現場とか僕見ちゃったりとかこれはいけないことだと思うの、はい、だからなんでそのえあれ好きな子いじめちゃうみたいないやね好きでもなかったんだよね怖いってキモいってだからでも佐藤の素性を知らない後輩とかから別に全然モテたりしましたけど理想が高くてねその当時は今も理想そんな低くはないし、ね、まあそうだけど今より全然もっと高いもう本当芸能人としか付き合いたくなかったこれリアルに
お前無理だよ板橋もそんなやつ芸能人になるっていうのは本当でも中学ぐらいから決めてたんですよ、ね、はい、だからそう、そういうのもあってね、はい、はい、ということで佐藤とお送りしていきます、はい、ということで一旦 CM です、はい、CM、はい、すべての食べ物を美味しそうに食べれます。昼過ぎ V モンキー、はい、はい、ということで、ね、じゃあこちらのコーナー行きましょう。ロードトゥーオーブー、なんですかそれ。ということでですね、ロードトゥーオーブ、先週、先々週からあの収録、先々週の収録ぐらいから始まりました、はあ、ロードトゥーオーブ、こちらはですね、うん、まあ簡単に言うといいとものテレフォンショッキングみたいな感じで、はあ、その友達が友達を紹介してって最終的に吉本のボーイズアイドルですかね、男性グループユニットみたいなタイトルのオーブに電話でつなげようっていうコーナーでございます。なるほどね。前回初回で、うん、初回でんでん太鼓の、川端から紹介してもらったんですけれども、吉本の歌のお姉さん、野田心さんという方に出ていただいて、そう、野田心さんは惜しくもそのロード、あ、オーブのね、メンバーの連絡先を知らなかったんですけれども、その心さんがもしかしたらこの人だったらオーブの連絡先知ってるかも。なるほどね。方を紹介してください。なるほど、でも結構行きそうだ。確かに僕らがそもそも吉本ですもんね。そうそうそう、はいはいはい、だからねちょっと頑張ってつなげたい。オーブのね、ファンのキューブですね。キューブの方もたくさん聞いているので、ほうほうほう、ファンの方をキューブと呼んでると、はい、なるほどね。ということで今日はね、あとキューブさん、野田心さんに紹介してもらったはるかさんという方、はるかさんという方にちょっと僕も会ったことないんで。一般の方ですか。いや、ちょっとそれも聞いてみないと分かんないんですけども、ちょっと自己紹介しか聞いてないんだ。自己紹介してもらってちょっとね、一般の方ではなさそうなんですけど、ね、ちょっとじゃあお電話していただきたいと思います。はい、はい、行きます。電話しました。はるかさん、はるかさん、あ、もしもし、もしもし、あ、あ、あ、声かわいい、声がかわいい、こんにちは、はい、声かわいい、こんにちは、はじめまして、はじめまして、ファイティングボンバーの片倉スマイルコーポレーションと申します。よろしくお願いします。はい、あ、よろしくお願いします。あ、相方のハルピスニャンこと、ハル、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、俺には興味ないということですね。いるって分かってないから。あ、そっかそっか、すみません、相方のファイティングボンバーの佐藤と申します。お願いします。はい、よろしくお願いします。ハルピスニャンこと、ハルリーこと、ハルカと言います。よろしくお願いします。もう一回ですか、すみません、ハルリー、あ、ハルピス、ハルピスニャンこと、ハルリーこと、はるかと言います。ハルピスニャンのハルリーこと、はい、はるかさん、それいいのよ、はい、だから、あだ名がめちゃくちゃ多いんですよ、はるかさんなんだね。え、なんて呼べばいいですか。はい、そうです。ハルピスニャン、ハルラ、ハルリー、ちなみに、はい、はい、あ、なんでも、ハルリーで、じゃあ、ハルリーさんって言いますね。はい、お願いします、はい、お願いします、お願いします。すいません、急なオファーなのに、片倉スマイルコーポレーションの昼過ぎ V モンキーの今収録中です、ございます、ありがとうございます。はい、あ、ありがとうございます。はい、すいません、ちなみになんですけど、はい、お笑いとかは見たりとかするんですか。確かに確かに。お笑いは好きですか。お笑いは、はい、たまに、あ、はい、まあ、YouTube とかで、はい、あ、あ、なるほどなるほど。ちなみに僕らのことは知ってたりはしない、あ、存じておりました、ちなみに。え、嘘つけよ、知ってるわけないだろ。いや、わかんないだろ、嘘つけ。ハルリーさん知ってくれたの。ファイティングボンバー、あ、お名前は、あ、お名前は、ありがとうございます。本当ですか、はい、ありがとうございます、嬉しいです。ハルリーさん、野田心さんからの紹介ということで、はい、心さんとはお友達なんですか。あ、そうなんですよ。以前、はい、このアベマボトレースの番組のグラちゃんとグラちゃんっていう番組で、はい、はい、シーズン1、2で、私今も3年目出させていただいてるんですけど、コロナ禍の2年間、はい、一緒に出演させていただいていて、なるほど、一番高い、はい、はい、そういうつながりでってことですね。なるほど、なるほど。え、何、そうなんですよ。はるかさん、はるりさん、はるりさん、はい、は何してらっしゃる方なんですか。はるりさんはアイドル、はい、アイドルなんですか。あ、そうです、もともと1年前までは、はい、アイドル、桜シンデレラと24OKROCKっていうアイドルグループの方で、はい、しておりまして、はい、去年卒業して、はい、今はフリーで、ラジオシーズンだったり、アベマだったり、はい、なるほど。いや、もう電話越しでも可愛いですよ。いや、本当、ま、いや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 、本当今、今日初めて声聞いたんですけど、本当なんかこう、はい、ちょっとこう、クラクラっとしちゃうような、はい、すげえいい声です。いやいやいや、
楽しいです。いやいやいや今、はい、え、本当ですか。はい、ありがとうございます。佐藤は目がハートになってますねってことで、結構やっぱハルリさんでもやっぱもっとアイドルってことだから、うん、はい、もしかしたら、はいはい、オーブにこうつながるかなって。あー、なるほど。あ、このじゃあそのルールは知ってんの、はるかさんは。ハルリさん、ハルリさん、ハルリさんルール知ってます。オーブさんにつなぐっていう、はい、あれですか、コーナーさんですね。呪術つなぎでね、どん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 電話で、はい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 。なるほど。担当直入にお聞きするんですけれども、はい、オーブさんのどのメンバーの方でもいいんですけど、はい、オーブさんの連絡先は知っていますか。お、知っておりません。あー残念。すいません。そっかー、いやーでも、はい、ほっとした自分もいるなんでなんでなんで、オーブとつながってたら嫌だなんでだよこんな可愛い女の子が。いや、いいだろ。オーブとつながってたら嫌だよ。いや、オーブさん、オーブさんは、まあ、オーブさんは、はい、オクトパスさんの先輩さんですよね。そうです、僕からはオーブの、そうですよね、そうです、吉本興業なんで一応先輩って形にはなる。多分そうですね、僕ら芸歴長いのかな、ね、オーブさんの。あ、長いんだ。はい、芸歴は俺らより下よ。あ、下なんだ。2020年結成ですもん。あ、そうだ、ハルリさん、そしたら次ハルリさんにお友達を、はい、だから、お、この人だったらもしかしたらオーブのこと知ってるかもみたいな。なるほどなるほど、誰か、もしかしたらみたいなね、紹介してほしいんですけど、なんかちょっとこの人ならみたいな、はい、あの、あ、別に今答えなくてもいいんですけども、はあはあ、もしあれだと紹介できる方とかって心当たりとかあったりします？なるほど。知ってる人か、どうだろうな。なんか心姉さんが権力者、権力ある人がいいかなって言ってた、うん、そうなんですよ、この間。そう、権力、心さんは、うん、あの前回権力ある人だったら絶対に知ってるよっていうことで、うん、あの今田耕司さんとかが出てきたら、いやいや、きつい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 。ななるほど。 そしたら、うん、ハルリさんは、はい、次、はい、いつでもいいので、はい、再来週の、ね、うん、水曜日までに、はい、この人だったらもしかしたらオーブを知ってるかもしれないみたいな人を、ね、僕に紹介してくれたらとても嬉しいです。そうそうそう、まあ、結果に知ってなくてもね、はい、そう、嬉しいです。はい、あのハルリさん、はい、吉本さんが好きなアイドルの友達はいるんですよね。もしかしたら、はい、それいいかもしれないですね、はい、なるほど。あ、そしたらちょっと僕に連絡ください。ありがとうございますあれ、なんか、あれあ、すいません、あ、なんか何でもいいんで連絡ください。お前狙った今、もしかして。違う違う違う、お前が口に出すからいいけど、うるさい。俺とハルリーさんのやり取り、それありなら、はい、ダメダメダメです。お前は目がハートだから、ね、あ、すいません、ハルリーさん、ちょっとなんですけど、なんか、はいはい、告知とかあったりしたらすいません、このスタジオ MMM で。確かに確かに。なんか告知とかあったら何かありますか。あ、そうですね、一応今月から SNS かけるアイドルプロジェクトというので、はいはい、インフルエンサーさんのグループで、はい、活動を一応開始させていただいたり、はい、あと、はあ、それとはまた別で来年の2025年から私新アイドルグループの中で、今活動する予定で準備しておりますので、よかったら楽しみにしておいてもらえたら嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はるかさんの、ね、SNS とかを皆さん、ね、確かに、なんて検索すればいい、はい、ますか。名前が、お花の花に中華の花で、はるかって言うんですけど、なるほど。じゃあそれで漢字で検索、はい、していただけると、じゃあ皆さんフォローしていただいてってことですね、はい、皆様、はるかさんの応援よろしくお願いします、はい、ということで、はるかさん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ファイティングボンバー覚えておいてください。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。なるほど、はい、ということでね、さすがにね、見事、残念ながら繋がらずということで、さすがにちょっと来週からも探してみますということで、一旦この曲いきましょう。オーブでトークトークトーク。サメに勝ったことがあります。昼過ぎ V モンキー、なんで笑ってんのこれなんで昼過ぎ V モンキー笑ってんの。はい、ということで、片倉スマイル神戸市の昼過ぎ V モンキー。何、サメに勝ったこと。はい、サメに勝ったことあってもいいだろ別に。戦ったこと
ことねえだろ、まず。お前そのなんかぐちぐち、お前それぐちぐちうるせえ男は。まず戦ったことないだろ、サメと。なんでお前見たことねえだろ、俺がサメと戦った。何ザメだよ、ちなみに。じゃあお前、あれだ、ハンマーヘッドのやつだ。あ、まあちょっと勝てそうだな。頑張れば。サイズ意外とそうでもないから、ね、どういうことなんだよ。ということで、前回読みきれなかったメールが来ているので。あ、なるほど、それメールを読みたいと思います。読みましょう。ラジオネーム、めいゆうとおいさん。めいゆうとおいさん、はい、1通目読んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。私もサウナ大好きです。いいよね。ずっと思っていたんですが、片倉さんの笑い方ツボすぎて聞きながらずっとつられて笑ってしまってます、ということです。ありがとうございます。笑ってくれるんだ。1通目で言い忘れてしまったんですが、 M1 1回戦通過本当におめでとうございます。ありがとうございます。 M1 グランプリありがとうございます。2回戦も全力で応援しています。ありがとうございます。そしてまた質問失礼します。お二人のコンビ名の由来や片倉スマイルコーポレーションの芸名の由来が知りたいです。なるほど。佐藤さんは本名ですか、ということです。なるほど、はい、ありがとうございます。どれからいきますか。佐藤さんは本名ですか。本名です。あ、はい、本名は佐藤なんて言うんですか。佐藤祐介です。全然隠してないです。佐藤祐介。祐介。僕はね、本名ありますよ。あ、何ですか。僕はね、片倉源三郎って。嘘つけや。どういうこと。待って そんなボケある。片倉源三郎って。それなら俺もあるよ、本当の本名。何。佐藤三郎くん。いやいや、その笑い方ね。これがツボらしいですよ。ちょっと佐藤三郎面白いな、変な名前。そう、俺だと中学のラグビー部だったんですけど、僕中学、うんうん、佐藤祐介がラグビー部に3人いました、ちなみに。え、佐藤祐介同姓同名がラグビー部に3人、同じ部活に。変なの。すごいよねこれ。板橋区そういう人多い。だから佐藤もベタだし祐介もベタだから、うん、いるのよ佐藤祐介が。お前お笑いもベタだもんな。確かに。お笑い大ベタ。ベタじゃねえだろ俺らのお笑い。そっか、お前ベタじゃねえか。と、はい、いうことで、コンビ名の由来なんですけど、はあはあ、僕らファイティングボンバーって言うんですけど、ファイティングボンバーはどうやってできたんですっけ。いやだからなんかさ、まあその俺ら別にお笑いサークル自体はそんな組んだりしてなかった。ああ、そうね。で最初さ3人で、まあちょっともう本当遊びではないですけど、うん、ちょっとこう、まあ、サークルだしね。サークルだし楽しくお笑いやろうよっていうので、なんか3人で出てみたんですよね、普段のコンビと違う、うん、でそのうち1人が先にサークルやめなきゃいけなくなったんだよね。その2年生からサークルに入ってたかなんかで、先に卒業だったから、俺ら2人でもまあなんかちょっとやってみるかみたいな時に、コンビ名どうするかで、最初なんかこうファイティングポーズとか言ってたんだけど、ファイティングポーズだったわ。ちょっとダサいねってなって、どうしようかで、なんでだっけこれ、まあ、なんかね、もうちょっとインパクトが欲しいって。そうだ、俺らの芸風的にも元気だし、だからまあ爆弾つかこう爆発感が欲しいなで、ね、ファイティングボンバーっていうことになった。ということでね、ファイティングボンバー。ファイティングボンバー俺結構気に入ってるんですよ。いいですよね。うん、なんか、うん、そのでもなんか結構各所で言われますよね。え、言われる？あのなんかダサいっていう声が。それがいいんじゃんな。ダサいのが。ファイティングポーズはダサすぎるけど、このファイティングボンバーのこのちょうどいいダサさいいよね。まあいいと。いいよ。でもいろんな呼ばれ方するんじゃん、うん、ファイボンとかファイティンとか、はいはいはい、ファイティングとかボンバーさんとか、うんうんうん、これ統一したいよね。確かに。なんて呼んでほしい俺たち。最近なんかファイティングが多いんだよ。ファイティング多いね。でも結構ボンバーがミソだから俺らは。そう、まあボンバーさんがいいんだよな。あ、でもボンバーをつけてるコンビって意外とね、俺ら以外にもちょっといたりもするんだよ ね。先輩にもアックスボンバーってのがいたし ね、 いたしね。後輩にもフィジカルボンバーとかね、はい、寿司ボンバー、あ、寿司ボンバーさんもいたわ。だからちょっとやっぱファイボン、ファイボンかな、うん、ファイボンか、まあファイティングか、ファイボンがいいかな。ファイボンがいいんじゃない。やっぱボンバーも残したいし。あ、そうですね、はい、で僕あの片倉スマイルコーポレーションっていうのはですね、確かにこれ、コロナ中に改名したんですけども、改名で、まあ、勝手に名乗り始めて、そうそう、うん、片倉スマイルコーポレーションですわね。これまあちょっと恥ずかしいんですけど、なんかうちの家族ってなんかやっぱ笑顔が絶えない。ああ、いいじゃないいいじゃない。最高の家族だったんですよね。やっぱそこでやっぱうちの家族ってやっぱその笑顔を作るなんか会社みてえだなって感じで、俺ってその息子だから、まあ片倉スマイルコーポレーションっていうのはどうだろうかみたいな。
ていうかちょっと恥ずかしいですけどね。いやいや、いいでしょ。でもね、俺らやっぱ笑顔を作る仕事ですから、そういいんじゃないですか。別にスマイルコーポレーションで、そう、俺絶対売れたら、はいはいはい、あのカタクラスマイルコーポレーションっていう会社を絶対建てようかなと思って。ああ、なるほどね。そう、個人会社はね。で、うん、寿司屋をやります。なんでだよ。え、なんでだよ。でも寿司屋を開く、まあ、寿司好きだもんね。うん、うん、それは何、自分で何修行して握るの。そんなわけあるか、俺。あ、雇うんだ。経営するだけなくて、ね。俺が後輩とかを寿司を連れてって、1000円、2000円ぐらいでいつでも食える寿司を開く。ああ、いいじゃん、いいじゃん。もうそこの夢。ああ、いいじゃないですか。そうそうそう。え、なんか、売れた後の夢みたいなのある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 。え、何ですか。チャンネーとめっちゃ遊ぶ。昭和だね。もう売れたら、もうそれしか、そのために芸人になったし。チャンネー？ほんといる、まあ、チャンネーって言うともあれですけど、まあ、ほんとまあ可愛い女性とたくさん遊ぶ、たくさん遊ぶことです。いいね、今の時でこんなにはっきり言う人はいないよ。でもみんなほぼほぼそのためでしょ。いや、そうだ、俺別にチャンネーと遊ぶためにやってるわけじゃない、はい、あとはだから今まで見向きもしなかったのに売れてから連絡してきたチャンネーを無視する。そのためにやってます。お前めっちゃ、お前妬みつらみの塊じゃない。無視するためにやってる。ああ、じゃあもう売れて、はい、佐藤くん、いや例えば何、めっちゃテレビ最近出てるね、連絡先ぐらいは知ってるけど、全然結局見向きもしなかった人は、まあ、いるじゃないですか、うん、交換はしといたけどみたいな。確かにね。で、佐藤がちょっとその売れてないうちに LINE とか送ってもそっけなかったりとか、そっけなかった人が売れた瞬間、はい、え、出てたね、面白かったみたいな、今度飲み行かないみたいな。ああ、いいじゃん。無視します。気持ちいいね。俺お前気持ちいいわ、はい、お前のその妬みつらみがいいパワーになりますよ。なんとしても売れる、本当。はい、ということで CM 行きます。 89.2 Skywave FM。野生のゴリラと愛を育んだことがあります。ギルスギブイモンキー。はい、という、嘘ついてるな、また。何ですか。しかも違う人が嘘ついてる。え、さっきまでお前がずっとセミの寿命を伸ばすだとか、先週はね、はい、このサメと勝ったことがあるとか。これレシートズの春家さん。なんで関係ないじゃない。こう、え、片倉のラジオでしょ、だってこれ。いや、でもこれはあの、うん、新さんとたるみさんから受け継いだから、ね、なるほどね。前、この前にその人たちがラジオやってたから、うん、そう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 、なるほど、ね、紹介です。まあ一応なんか残しとこう、声使わせてもらおうということでね、はい、なんかフォローすることあるんじゃないですか。なんか、いや、だからね、この CM 入る前に僕ね、だから売れてから連絡してきた人たち全員無視するって話しましたけど、、うん、だからこそ今応援してくれてるファンの方たち、すっごい大事ですよってこと。だからこそ、これフォローしない方が良かったんじゃない。今応援してくれてる人たち本当大好き。あ、もう今 DM くれる人とか、もういろんな、もうすっごい大事、うん、忘れない、売れても。あ、そっか、はい、なんかうさんくさいね。子さんをすごく大事にするという。なるほどね、はい。まあ、今から応援して、今応援してくれてる子たちは本当に子さんだもんね、はい。でも来年あたり僕ら売れる可能性がかなり高まってるんで今。あれ、はい、ちょっと子さんじゃなくなってきてるんで、ほんと今のうち、ほんと押しといた方がいいよ。押しといた方がいい、ほんと追い上げた方がいい。あ、まあ確かに、押しは押せるうちに押せっていうもんね、はい、そうそうそう。今著しく面白くなってきてんのよ今。あら、ファイティングボンバーがすごい。あら、まあ気持ちいいね。そうそうそう、今ね著しく面白い時期なんで。あ、確かに。いや、今まあ確かに、でもその、うん、声がよく大きいよね。それは昔からだろ。いや、でも最近の声の大きさは異常だね。そうだからでも昔からじゃないの、ファイティングボンバーのさ、由来がどうこうみたいな話もあったけど、うん、NSC 時代さ、俺らいろんな講師にアドバイスもらうじゃない。はそうですね。でネタ見せした後にさ、ネタを見せてアドバイスもらうんだけど、もうお前らファイティングボンバーっていうコンビ名だし、裸でネタやればって。出たー、言われたわ。言われたことありますよね、コンビ名がゆえにね。ほんと、うん、あれはマジでムカついたもん。裸でネタやったらええんちゃう、で終わり。そんなわけねえじゃん。マジでちょっとね、ギリギリ名前は出さないでおきますけど、うん、
丸堂ね。もうほぼ出してるけどね。NSC の子。俺あれムカついたわなんか。なあ。俺たちしっかりネタやった後なんか。そう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 。お前らなんか裸でネタやっちゃういんちゃうみたいな。なんも言えなかったよ。そんなわけあるかいと思う。そう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 。それも言えないからね。なんなの。なあ。ムカついてきたわ。しかもなんかその NSC 中とかその、うん、俺たちはまあネタ的にこうなんかはちゃめちゃなネタじゃないですか。うん、そのネタ終わった後、いやーこういうネタはなんとも言えへんな。そうそう、これそのなんか言えや、なんもええんちゃうと。自分らがそれが好きでやってるならええんちゃうみたいなね、うん、構成とかクソもないんでみたいな、 なんかこう一旦突き放すのやめえや。そうですね、好きなようにやりなよみたいな。そう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 、俺たち教えをこうために NSC に行ってるわけなんだから、うん、何なのと思って。でも今思い返せば好きな講師の方とかもいてよくしてもらってる人もいたけど、結局大したこと言われてないな1年間。思い返せば。あー NSC 中にってこと。うん、思い返せば結局なんかその細かいことも言われず、だ NSC 生ってやっぱやりたい形があるだけで、うん、もう十分みたいな感じだから、うん、やっぱ俺らの形があったからさ、その時から、うんうん、だからそんなに言われないんだよね。あ、いいんじゃ突き通しなよみたいな、そんぐらいの感じだったよね、ずっと。まあ本当でもそんくらいの感じのことしか言われなかったよ。なあ、言われなかった。具体的にこうした方がいいみたいなことは、うん、全く言われなかった。40万払って。40万払ってな。あれもでも1年間は、でもあの1年は40万だから全部で50万。そうだ、入学金と。あ、どうでしたあの1年は。だからどうでした。いやまずそもそもさ、うん、俺 NSC のそのお金、うん、授業料、うん、5年ローンだからさ。俺もう嫌な気持ち5年続いたのよ。ああ、じゃあもうこの間やっと払い終わった。払い終わったぐらい、ずっと嫌な気持ちだから、引き落としのところに NSC から引き落とされてんの5年間ずっと。片桁2年とかでしょ。俺2年で終わったよ。俺5年ローンだからずっと嫌な気持ちだったさね、見るたびに毎月まだ NSC の。ああ辛いね。いやでもこれから NSC 行く人ってたくさんいるからさ。でも楽しかった。俺あの1年がね、人生の中で一番ぐらい楽しかったかも、マジで。え、マジ？俺好きだったあの1年間。そっか、俺はね、うん、楽しかったけど結構辛いこともあったから、結構もう1年やれっての無理、入り直せとか無理かな。いやいや、お前楽しんでたよ。だって激コアの社員さんにさ詰められて、なんか肩がちょっとふてくされてる顔してたの。そしたら社員さんが、え、何お前、え、切れてんのお前。そしたら片倉、切れてないっすよ。あれ言えないよ。あの激コア社員に怒られてる時に、あれ俺すごかったね。切れてないっすよは言えないよ。その NSC 中にさ、その本社呼び出されたんだよね、うん、で、その別に超反省してる顔してたのに、うん、そのなんかお前ふてくされてんな、なんかね、ムッとしてる顔に見えたんだろうね、えっと思って、うん、でもその一回じゃないよ、なお前切れてんのって言われた時、その一瞬ね、まあよぎるよ、誰しもが切れてないっすよが、誰しもがよぎる、それはそのよぎったんだけど、ここで言ったらさすがにまずいと、うん、こんなブチ切れられてんのに、うん、そうねって思ったんだけど、え、なにお前、え、なんか切れてんの。いや切れてないっす。いや切れてんのかって言って、いや切れてないっす。なんでお前、え、言ってマジ切れてんの。いや切れないっすよって言ってしたら、そのブチ切れ社員が意表をつかれたのか笑っちゃったんだよな。つって笑っちゃったのよ、笑っちゃったのよ、うん、それで、うん、笑っちゃったから、うん、まあええや、お前もうええ、そのボケんのはもうええみたいになって、ことだけを得たっていう。そうそう、帰れたという。さすがお笑いの事務所と思って。なあ、俺よかった。でもちょっとざわついたよな、あれ。ざわついた。俺が少子小力さんやったのかな、うん、でも1ヶ月掃除したな、階段掃除。あれやだったな、あれやだったな、うん、なんか並んでるとこ俺たちは掃除して、掃除してんのよ。ライブもう1本出させてもらえなくて。ありました、はい、最悪最悪ということで、はい、この曲で慰めてもらいましょう。お、何ですか、What you are over で What you waiting for。 僕の一番のおしゃれ着は裸です。すげえ V モンキーだから、はい、自分で笑っちゃってんじゃん最後。どうこれ、たるみさんの、たるみさんね、これね、たるみさんのジングルいいでしょ。いや、いいいい、僕の一番のおしゃれ着は裸、裸なんだ。それはでもいいと思う。わかる、よかった、わかる、その気持ち、よかった。笑っちゃってんのだけ気になるけどね。はい、ということで、こちらのコーナー行きましょう。はい、片倉スワルコーポレーションの俺の歌を聞いてくれ。おお、
はい、何ですか？これどういったコーナーだと思いますか？どういったコーナーだと思いますか？マジ予想していいですか？マジ予想してください。片倉の歌を聴く。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。ドゥルルルドゥン。正解。クソつまんねえな。クソつまんねえな、ずっと。何が？問題の時点からつまんないよ。聞く。いや、今違ったから、その、どういう。タイトルなんだっけ、コーナーの。片倉スマイルコーポレーションの俺の歌を聞いてくれ。そりゃそうだろ。だってお前がそうやって答えたんだから、そりゃそうだろ。タイトルだったら、そりゃそうだろ、お前。なんだよ、お前、なんか俺このラジオ。聞いた上でとかもなく、聞くのね。なんかさ、このラジオ中にさ、なんか俺たち二人言い合いばっかしてるからさ、なんか芸風が喧嘩漫才みたいに思われるのやだな、俺。そんな言い合いしてないよ。ね、お前が嘘ばっかつくからサメがどうとかさ。いや、ちょっと初めて聞いた人は、この人たち喧嘩漫才師なのかなって思われるよ。仲良くやってますよ。仲良くやってる。ちょ、何？どういうコーナーでしょうかって言ったら、そのまんまじゃんだって。そう。聞くんでしょ？聞いてなんとかとかじゃないんでしょ？聞いてなんか。聞いて、佐藤がコメントしてもらうってこと。なるほどね。まあじゃあ聞かせてください。いいの？はい、いいです、いいです。でもね、これね、はい、今回、いつもと違うところはね、あ、なんか、佐藤ってね、俺の歌結構聞いてんの。まあそう、それは相方ですからね。だから結構ちょっと昔の曲、うん。俺が昔作って、佐藤が多分一回しか聞いたことない曲。あ、一回聞いたことあるの？そう。いや、でもなんか、ね、昔やってた、なんかで、聞かした曲みたいなやつなんだけど、うん。ちょっとこれをね、聞いてもらおうと。なるほど。ということで、いきますよ。ほう。僕今、生歌で歌うからね。はいはいはい。喋んないで。歌の途中、まあまあ、まあ、喋るかどうかは分かんないけど、まあ。いや、お前さ、はい、その、例えばさ、宇多田ヒカルがライブ中さ、うん、なんかあったら、お前喋んの？お前。そういうことだよ、お前。なんなの？お前、宇多田ヒカルなの？うん。うんか。じゃあ喋んない。あまりにも我慢できなかったら喋るけどね。そう。ちょっと、我慢できるかどうか分かんない。うん、やっぱちょっと歌次第。いきますよ。じゃあ、いきますよ。はい。じゃあ、お願いします。聞いてみます。聞いてください。史上最強の女。何ですか？ちょっと待ってください。はい、はい、何ですか？史上最強の女っていう歌。そのドブロックさんみたいな。違う違う違う、わかんないじゃん。だからもう喋んなってこれうるさいんだけど。だからさ、史上最強の女ね。わ、うん、かりました。じゃ、何こいつマジうるさいんだけど。うーわー。お前宇多田だったらぶん殴らせてお前。宇多田ならな。俺が。お前が宇多田ならな。なんでこいつ。お願いします。はい。はい、じゃあ聞いてください。史上最強の女。もう。史上最強の女ってどんな女？なるほど。史上最強の女ってどんな女？気になりますよ。どんな女なんですかね。史上最強の女ってどんな女？どんな女これ？史上最強の聞かせて。思いやりのある女。その通りでございます。はい、っていうことです。史上最強の女は、うん、思いやりのある女。まあそれはその通りですね。あ、これは何？異論はない。異論はない。え、史上最弱の女とかは歌えない。史上最弱の女。あ、史上最弱の女ね。考える時間は十分あるよ。あ、全然今いけるよ。もう、あ、いける。もういい。あ、いいですか？いいですか？じゃあ聞かせてください。じゃあ史上最弱の女お願いします。史上最弱の女ってどんな女？あ、これ気になるわ。史上最弱の女ってどんな女？どんな女ですか？史上最弱の女ってどんな女？女。史上最弱の女。食べるのが遅い。いいだろ別に遅くて。これです。
最弱か史上最弱の女は食べるのが遅い女です。いやあの それは色ありだな。1時間かけて、あー1時間か、そばすする女。あーなるほどね。確かこう隕石とか落ちてきた時に何隕石とか落ちてきた時にやっぱ早い方がいいもんね。確かにな。ささっと食べてね。そうそうそう、これね、いいのよ別に。その1時間かけるとか意味わかんないじゃんご飯。あー確かに、まあね、うん、あごめん今でもどう食べるの遅い。ほら早いんだ最強。いやそれ何に1時間なそれは。あそば。そばか、チュルチュルっていけるじゃん。確かに。あとさ、あれもそ、これもそうだけど別に悪くちゃないんだけどさ、うん、俺たち同期がさ、うん、なんだっけ、ニャンコスターのアンゴラ村長。あーそうだね、お笑いサークル時代の同期ですね。あいつも食べんの遅いじゃん。あー遅いね。あいつカツ丼2時間ぐらいかけてくる。俺もう嫌になっちゃって。あれ最弱じゃないじゃん。でもアンゴラ村長、いや最強だけどね、うん、俺も、ね、何食ってか2時間カツ丼と思ってる。お前いつまで食ってんねん。まあ確かに、そっか、こうデートとかでもね、こう予定とかちょっと詰まってたりしたら最弱っちゃ最弱かそれは、うん、俺それは言ってないけどね。それはちょっと待って、お前そこまで具体的なこと言ってないけどね。なんでやだね、時間使うのが嫌なわけじゃん。じゃあそれはメイク時間かかんのも嫌じゃん。いいよ可愛くなってくれてるもん。じゃあなんでご飯食べるの長いのは嫌なのよ。まあもっとサクサク美味しいから食べてほしい。はい、ということで飯は待てないんだ、はい、メイク待てるけど、はい、うん、この曲いきましょう。はいはい、ホームで Be on top。 お願いします。セミの寿命を伸ばしたことがあります。昼過ぎ V モンキー。もういいって。何が何、セミの寿命とか何それ。いやまた嘘ついてる。いやボケじゃん。俺のやつは、俺のやつ言っていいじゃん。ああいいよ。俺のジングル。ああいいよ、言って。いくよ。うん。毒キノコを食べて、無事だったことがあります。面白い。面白いんかい。ちょっと面白いかも。あと、無事そうだし。ということで、はい、エンディングでございます。ということで、まあ、本当はこんなこと言いたくないんですけどね。はいはいはい。佐藤さん、2週かけてありがとうございました。言いたくないのそれ。そう、ありがとうございます。言っていいだろう。なんか面と向かって言うなんか、いや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 、あれだけど、そうですよ。そう、わざわざ来てね、遠くまで1時間半かけて。いや本当、いや、あと これも本当こんなこと言いたくないけど、うん、やっぱ相方って喋りやすいなって思いました。もうこんなこと言いたくない本当。でも喋りやすい人とずっとやってたんでしょ結構。喋りやすいなってずっとやってたけど、うん、やっぱお前とは7年、まあ NSC 合わせて8年ぐらいやってるから。あ本当、やっぱあうんの呼吸だなって思いました。喋りやすいかどうか分かんないけど面白かったんじゃないの多分ラジオ。お前さその違いだから俺がさ、うん、こう恥ずかしいこと言ってんだからそのお前は謙遜しろよ。いやいやいや、その何なの、多分ラジオとして一番面白かった。やっぱりこんなに気持ちいい男はいないよ多分。お前千葉で一番気持ちいい男、うん、いやそうよ。ということでね、ありがとう、2週にわたってありがとうございました、はい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 、ということで、ハッシュタグ昼食いはね、よくつけて、なるほどね、つぶやいていただくととても嬉しいですということで、はい、あとメールアドレスもう一回読んでおきます。来週は生放送なんで、さっきから読んでたのは全部それに送られてきたやつなんです、ね、そうですね、はいはいはい、あ、info@892fm.com info@892fm.com、 ファックス0434415592、はい、これ言い忘れてましたけどあれですね、懸命にカタクラスマイルコーポレーションの昼過ぎ V モンキーを入れていただかない と見逃されてしまいます。なるほど。だから別にカタクラでもいいですし、スマイルコーポレーション、なんかこううちのラジオのタイトルのヒントみたいな、なるほどね、 V モンキーでもいいですし、言っといたら全部書けないかもしれない、ね、カタクラスマイルコーポレーションの昼過ぎ V モンキーはちょっと長いもんね。えちょっと長いから、うん、別にカタクラだけでもいいってことだよね。まあ昼食いがいいんじゃないですかね。あーなるほどね、昼食いいじゃないですか、うん、あとごめんなさい、何ですか長い。いやいや、カタクラスマイルコーポレーションの昼過ぎ V モンキーは長くてだるいですもんね。だからじゃあお前だったらどういうサイトにしたの。えお前だったら、俺だったら、お前がこの、うん、例えばスカイウェブ FM でやるんだとしたらどういうタイトルにしたっけ、最強佐藤最強とか。何なんだ、ラジオかどうかも分かんないじゃんそれ。その最強佐藤最強、最強佐藤最強とか、最強で挟み込んじゃってるって。そう最強サンド佐藤、え佐藤の最強サンド、まあまあまあ
この辺の話はまあやめましょうかお前弱気になってんじゃねえかよそんなことはないですけど、まあまあつけるといいんですね、タイトルに、はい、なんか告知とかありましたっけ、2人の告知みたいな。M1 のね2回戦が多分19、20、21のどれかどれか、まあ、ただまあ19が濃厚かな、うん、第一希望が19で次が20なんで、まあ、その土日あたりです ね、 そこのね、開けといていただけたら、場所はあれですよね、浅草の雷ゴロゴロ会館、ゴロゴロ会館で伝統と格式の、だ9月12日の事務所のライブはもうチケット売り切れちゃってるのかな、はい、あ、じゃあ来れないのか、はい、ということで、まあ、僕たちは今そのオーディションメンバーというところ、あの劇場メンバーに上がるために頑張ってるメンバーなんですけど、結構ねそのファーストステージっていうライブがありまして、うん、それに勝ち抜くとネクストステージ、はあはあ、でそのネクストステージ勝ち抜くと、劇場メンバーとの入れ替え戦、ね、サバイバルバトルっていうのがあるんですけど、なるほど、そちらにね、はいはいはい、頑張ってやって上がりたいと思って、お願いします。あの俺たちのストーリーとか、インスタ、ツイッター、 X かな、チェックしていただけると、なるほど、と思うので、はいはい、お聞きください。いやだから皆さん、片倉のことはもうフォローしてるかもしれないですけど、こう佐藤のこともちょっと SNS、インスタ、X、ファイティングボーマーで検索してフォローお願いします。ああ、まあそうですね。佐藤はまあ多分もう来るの1年後とか、そっちなのかな。そんなこともないけどね、まあまあ気向いたら来ます。何ですか？そんな別に1年。いや、お前だって。そこまで冷たくないよ、俺も相方がラジオやってるの。いや、お前だってか。プラスマイルコーポレーション昼過ぎ分もきも次から次へと出たいです、出たいですがすごいですよ。そうなの？その中でまあ気が向いたみたいな。まあ、待って待って待って、これ俺の気持ち的に1年後とかじゃないんだ、うん、そっちがもう呼ぶのが1年後ってこと？はい。いやいやいや、俺あの時の川越シェフぐらい人気よ。嘘つけよお前、相当人気だぞ。予約こんなんよ、水で金取れるんだぞ。はい、そんな人気なの？はい、今の俺なら水1本2000円で売れるよ、まあ、嘘つけよ、ね、まあちょっと涼しくなってきたぐらいに、じゃあまた僕行こうかな。まあまあまあ、まあ、お前がまあ出たい、出してよって言ったら、まあまた読みますよ、出してよというか、まあそうだね、はいはい、はい、まあまあまあ出させていただきます。そうそう、ということでね、はい、ということで佐藤さん、2週にわたってありがとうございました。あ、いえ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 、またお願いします。最後はなんか締めのセリフみたいなのありますか？締めのセリフ、あ、じゃあいいですか？はい、お願いします。前の週に続きね、はい、出させていただきましたけど、うん、ラーメン二郎は美味しいラーメン二郎の関係者聞いていてほしいですね。ありがとうございます。はい、ということで今週もありがとうございました。片倉スマイルコーポレーションの昼月ビーモッキー、片倉スマイルコーポレーションと、ファイティングボンバーの佐藤でした。どうもありがとうございました。じゃあこの曲でお別れです。オーブでマイフロー。